慶応ファンの皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年もウィニング競馬をよろしくお願いします。新年は5日木曜からスタート、東西で行われる新年恒例のハンデ重賞をお届けします。はい、中山金杯と京都金杯です。ある意味ね、一番当てたいレースですよね。その通り、金杯当てると気持ちがいいですから、はい、我々と一緒に2023年最初の運試しをしてみましょう。さあ、キャプテンさん、今年の目標は何でしょうか。変わりません、馬券生活以上。おお、素晴らしい素晴らしいですね。素晴らしいのかね。はい、もう素晴らしいですよ。はい、ちなみに斉藤君は、おたけ引退という、はい、あ、おたけニュースになってましたけどもね、おたけが外れるんじゃないかみたいな、ね、すごいね、ヤフーニュースで取り上げられてましたけどね。ね、はい、一つの、ね、ネタとしてやったんですけど、はい、本当に外れるみたいな感じでニュースで、いろんな人から大丈夫ですかってラインが取りましたけど、ね、もはやもう新たな目標でもあるわけですね。そうでございますね。目標なんですね。これからはコンビとしてのね、可能性を信じてやっていきたいなと思ってます。はい、はい、そして5日は YouTube で2時10分頃からフライング競馬、そして4時頃から延長戦もあります。はい、フライング競馬では森さんのちょい足し金牌版も紹介いたします。はい、はい、さらに前日の4時あ、じゃなかった4日ですね、うん、前日の4日水曜の午後5時から、キャプテン渡辺さんの自腹で目指す100万円新春金牌スペシャルをお届けします。はい、金牌で100万円を取って、100万円で乾杯を目指しておりますので、ぜひ見てください。はい、ということで1月5日は2時10分頃からフライング競馬、3時からウィニング競馬、4時頃からウィニング競馬延長戦3本セットでご覧ください。お待ちしてます。